はい、こんにちは。第三国志やっていきます。どうも、ハルポンです。はい、今日はですね、ちょっとね、私、ハルポンですね。105サバ、105区。今日オープンしたんですけどね。今日オープンした105区で、ちょっと、名刺を、やらせていただいてます。はい。で、初めての名刺なんですよね。初めての名刺。ちょっとね、なんで名刺やろうかなって思い至った点、理由としては、単純にちょっと、今ね、自宅待機なんですよね、仕事が。で、ちょっと、時間があるっていうのと、あと実は名刺ってやったことなくて、あ、なんていうかな、幹部もやったことないんですね。会員以上って言ったらいいかな。それもやったことないんで、ちょっとやってみたいなっていうのがあったので、105サバでね、今日、12時から、指導しました105サバの方で名刺をやらせていただいてます。はい、同盟の名前は王の守護者です。めちゃめちゃかっこよくないですか？名前。王の守護者っていうのは、ちょっとね、ゲームオブスローンズっていう海外ドラマがあるんですけど、そこからね、撮ってきました。はい。ゲームオブスローンズのね、領土の守護者とか王の守護者っていう言葉とかね、出てくるんですよね。そこからちょっと引っ張ってきました。はい。で、その前置きは置いといて、今日なんで動画化したかっていうと、ちょっと同盟員をね、募集しようと思いまして、こうやってね、SNS を使って、募集するのって、俺個人的には悪くないと思ってまして、もしかしたら、こう YouTube で、こうやってね、発信するのは、あんま良くないんじゃないかっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はね、自分の力は、使えるところはね、使っていきたいと思うので、ちょっともう、シーズン始まっちゃいましたけど、3時間ほどね、経っちゃってますけど、全然まだ間に合うと思ってますんで、メインサバでね、暇やなとか、千びっくり行こうし暇やなとか、あと、メイヤーか一つしか持ってないし、サブアカ作ろうかなーって思ってるけど、きっかけない方とか、あとは単純にね、ちょっと、猛者の方募集中です。今ね、僕の知り合いのネオさんとか、ブリタニアさんっていう方とかは、ちょっと、参戦してもらってるんですよね。もうツイッターの方でちょっと呼び込んだら、パッて、参加してくれてるんで、そういう感じ、気軽に、無課金でもいいので、参加してくださる方いらっしゃいましたら、ぜひね、来てください。ちなみに、慶州です。場所は慶州で、今、序列的にはね、ちょっと3位ぐらいにいるんですけど、王の守護者という形でね、やらせていただいてます。はい。形というかね、名前ですね。で、ちょっとね、これは愚痴っぽいんですけど、中国人、中華の方々がね、すごいいるんですよね。見てください。個人序列なんですけど、1、2、3、5位はもう中華の方なんですね。しかもこの人らって、所属州見てください。1位の方は揚州、2位の方は徐州。で、慶州の方もいるんですよね。この中国の方。中華の方ね。だから、揚州、徐州、慶州、3つに同盟作ってるんですよ。中華の方々が。これね、もう、明らかに、もう、この3つの州をまず制覇してね、楽に乗り込もうという形なんですよね。すごい組織的にやってきてるんで、
なんかね、ちょっと負けたくないなと思いまして、本番はなんかゆったりね、名手、ダラダラーってやりながらやるつもりだったんですけど、ちょっとね、勝ちたい欲が出てきたんで、ちょっとね、ドメイン募集します。はい。ぜひ、お暇な方いましたら、来てください。はい。1シーズンだけとかでもいいんでね。まあ、僕はちょっと続けるつもりなんですけど、シーズン2も。弓ルフとか当てたいんでね。で、ちなみになんですけど、なんかね、この方とかのプロフィールを見ると、なんか100サーバーでね、大韓王朝勝利って書いてあるんですね。100サーバーってもう中国の方に負けちゃったんですかね。なんか100サーバー記念して、なんか日本人の方とかも同盟立ち上げてたと思うんですけど、多分中国の方に飲み込まれちゃったんですかね。で、なんかね、100石再び、なんか美声みたいな、なんか、よくわからん漢字使ってきてね。なんか100石も洛陽取りますよみたいなこと言ってはるんで、ちょっとね、阻止したいなっていうふうに思ってます。はい。まあ、勝てるかどうかはやってみないとわからないんですけど、ぜひね、この呼びかけに、賛同してくださる方いらっしゃいましたら、ちょっと、来てください。慶州の方でやってますんで、ぜひね、ほんまに組織的に動くんだったら、こちらも、益州とか、揚州あたりに同盟作った方がいいと思うんですけど、まあ、そんな組織的なことは今更できないんで、とにかく慶州に来ていただければ幸いです。助かります。はい。でね、意外なんですけど、これはちょっと余談なんですけど、意外に新規サバってね、人数おって、もうちなみに、300人は余裕でいるんですよね。序列って300人までしか出ないじゃないですか、個人序列。普通に300人以上いるんで、結構、なんか新規の方なのか、復刻というか、まあ、どっかね、近いサーバー、103サーバーとかでやってた方が来たとか、まあ、わからないですけど、とりあえず人数はいると。多分推定500から600ぐらいはいるかなって思ってるんで、結構ね、意外ですよね。はい。ってことで、100石サバ、名手ハルポン、同盟の名前、王の守護者ということで指導しましたんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい。早速ね、この動画を上げて、呼びかけに応えてくれる猛者がいましたら、すごい嬉しいです。じゃあ、宣伝という形でね、終わりたいと思います。じゃあ、バイバーイ。